今日はスレイン行政監督官においでいただいています。こんにちは。シャークの正体がオーディアル調査隊のフィーニス監督官だというのは事実なのでしょうか？先日オーディアルのフィーニス監督官とアレス考古学士からある人物のもとへメールが届きまして、その内容には何らかの遺跡を発見し、その影響で両名があのような姿になったのではないかと推測しています。なるほど。シャークはフィーニス氏しか所持しないはずの物品を持っているそうですが、そのわけも説明できますね。となるとメッシスはアレス氏ということが予想されますが、その点は地球政府の行政監督官としてどうお考えですか？メッシスの正体がアレス学士だと確定したわけではありませんが、仮にそうだとしてもその行動はトゥルバによる洗脳によるもので彼の意思ではありません。それは地球政府としてはエルムに賠償する義務がないということでしょうか？まだあの異星人2人がフィーニス監督官とアレス学士であると決まったわけではなく、調査隊の中のエルム人の誰かであるかもしれないのです。そうであった時にエルムはこの損害を地球に賠償できますか？それでは2人の正体がはっきりするまで賠償は行わないということになってしまいますが。その通りです。そんな。地球の政府見解は相変わらずだな。シャークはともかくメッシスがアレスでなんかあるもんか。いい加減なことばっか言いやがって。違うって言いたいの？もちろんさ。アレスのやつがそんなバカな真似するはずがないだろ。じゃあ、あのメールの内容をどう解釈するつもり？メッシスはフィーニスの方だとでも言うの？かもな。そんな、謝ってちょうだいニケ。私は昔から不思議だったんだ。どうしてあんたみたいな子がフィーニスとなんか付き合ってるのかなって。だいたいあんたさ、最初にオメガに来た頃はフィーよりアレスの方が仲良かったじゃん。それがなんでフィーと付き合うようになったわけ？付き合ってくださいって告白されたからよ。地球人に比べてエルム人は恋愛ベタだって言うけど、これだけひどいとある種の犯罪だよね。もう少し人の心の痛みも理解した方がいいんじゃない？何をバカにして。私だって人の心ぐらいわかるわよ。人の心がわかる？あんたが人の心をどう理解してるっていうの？フィーの孤独な心がわかる？アレスの悲しさがわかるの？そして私の悔しさが。ニケ？アレスはね、あんたのことが好きだったんだよ。知らなかった？だからあんたは鈍感なんだよ。アレスがあんなにもあんたとフィーを切なそうに見てたのにさ。でもアレスには地球に婚約者がいるんだもん。私には。アレスに婚約者？それ誰が言ったの？フィーニス。って、あの野郎。そっか、それであんたはアレスを諦めてフィーニスとくっついたんだ。どういうこと？アレスには婚約者なんていないよ。あの二人には地球に家族だっていやしないんだ。じゃあフィーニスはどうして？さあね、それでもまだフィーニスのことを好き？好きよ、恋人だもの。恋人ね。この際だから言わせてもらうわよ。私はあんたの親友だからね。あんたが大事なのは相手じゃなくて自分の気持ちなのよ。アレスに婚約者がいると知った時は、アレスの気持ちを考える前に振られる自分が嫌でフィーニスと付き合った。フィーニスと付き合っていた頃はアレスの視線の意味に気がつきながら3人の関係が壊れるのを恐れて気づかないふりをした。そしてシャークに助けられてからは彼を好きになっても困らないようにフィーニスだと思い込もうとした。どう？違うの？違わない。でしょ、私はずっとあんたのそばにいたからね。あんたのことはあんたよりずっと詳しいんだ。でもシャークはフィーニスよ。まあ確かに私もその線は固いと思うよ。じゃああんたはどうしたいの？シャークであるフィーニスを助けてアレスであるメッシスを殺す？それとも二人とも死んだ者として諦める？私諦めない。シャークがフィーニスである以上、メッシスであるアレスを元にフィーニスのように自分の意識を保ったままでいる方法があるはずよ。それを探してみるわ。私二人を諦めない。
うん、よく言った。それでこそ我が親友。ごめんね、いろいろひどいこと言って。うん、ニケの言葉、胸にズンズン来た。真実を語ってくれたからだよね。ありがとう。いやそう改まって言われると照れるけどね。じゃあ私、そろそろ仕事があるから。うん。ニケ、ニケもアレスのこと好きだったの？あいつもほら、やっぱ鈍感だから。ニケ、ごめん。いや、その、やっぱ私もエルム人だよね。こういうのってすんげえ照れるわ。緊急事態発生、緊急事態発生。オメガへ向け飛行中のフロッサーが、トゥルバの群れと接触、救難信号を出し、連絡を途絶した。護衛飛行中隊は直ちに現場へ急行せよ。なお、フロッサーには要人として、聖戦制御用のプログラムを運搬中の、アゴラ家、バーンズ家のヒドゥンクラビスが同乗している模様。要人確保に全力を尽くせ。